ならばいっそ私の手で。おい、カノン。ミスズ、カノ。ピコ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 。消える飛行機でも僕たちは見送った。眩しくて逃げた、悔しくて指しばらくは後が残るかもしれないな。世話をかけた。すまなかったな、国崎くん、神尾さん。あ、いえ。俺たちは別に構わないんだが。あれはカノがまだ小さかった頃のことだ。母親が死んで最初の夏だった。人間が浮き上がるなら、あの屋台は今頃空を飛んでいる。うん、そうか。お姉ちゃん頭いい。でもそれっていっぱい風船あれば空飛べるかもだよね。まあそりゃ飛べるかもしれないが、でも一つしか買えない。風船が一つでも大きく膨らませればいいんだよ。そうすればもっと重いものだって持ち上げられるよ。他には何も買えなくなるぞ。うん。ほら。ああ、ありがとう、お姉ちゃん。カノは空を飛びたがっていた。母親に会えると思っていたからな。お母さんは空にいて、カノのことを見てくれていると、そう私が教えたんだ。父も私も言えなかった。お母さんはもうどこにもいないなんて。カノ。それでどうなったんだ。別に何も起こらなかった。誰だこんなところで遊んでいるのは。羽は元に戻して二人で家に帰った。
母さんのところにはもう行けないんだね。その翌日からカノの様子がおかしくなった。強い光を恐れたり、自分でも知らないうちに外を出歩いたり、意味がわからない独り言をつぶやくようになった。ある晩気がついたらカノがいない。慌てて探すと、この診察室でメスを自分の手首に押し当てていた。処置が早かったから大事には至らなかったが、あの時私は思った。これはカノじゃない、別の誰かがカノのふりをしているのだと。多重人格ってやつか。かもしれない。これは不思議なバンダナだ。大人になるまで巻いていれば魔法が使えるようになる。だからどんなことがあっても外さないように。そうか、カノにバンダナをやったのはあんただったのか。無意識に手首を切ろうとしてもバンダナを見て正気に帰るはずだと子供心に考えたんだ。カノもほとんど覚えていないだろう。魔法なんてもの初めからありはしなかったんだ。私は父の後を継ぐことを決心した。医者になればいつかカノの病気を治せると思ったからだ。カノが触った羽ってのは何なんだ。わからん。遠い昔からあの神社に伝えられているものらしいが、詳しいことは管理人も知らないそうだ。その羽のたたりとか医者としてそんな理由を認めるわけにはいかんな。病気を誘発する心理的なきっかけになった可能性はあるが、あの頃のカノは母親を失って心に負担がかかっていた。それが根本的な原因だろう。今日も霧島さんのところに行くの？ああ、バイトもあるしな。私も後でお見舞いに行こうかな。そうしろ。新しい友達ができてよかったじゃないか。昨夜また夢見た。え？空を飛ぶ夢。あれからどんどん夢の中を遡ってる。昨夜の私は空の上で悲しんでた。悲しんでた？いつも通り私の体が空に飛んでいる。そして私はそこで悲しんでたの。あんなに綺麗ですごく気持ちがいい風の中で、どうして私あんなに悲しい思いをしているのかな。夢だろ、お前には関係ない。うん。お前が笑っていないと俺まで。え？とにかく笑ってろ。何やったんだお前。いや、国崎ゆきと、なんでこんなところにいるんだ。こっちのセリフだ。そんなもの拾ってゴミの回収でもやってるのか。うっさいな、こういうところでいろいろ拾うのがみちるの趣味なの。地上最強にしょぼい趣味だな。ほっとけ。たく、毎日毎日遊び回って羨ましい身分だな。国崎ゆきとだって似たようなもんだろ。俺はちゃんと働いてる。今日も勤労に勤しむためにバイトに行くところだ。鬼？ん？トイレか？うわっ！違うよ、あそこ。ん？あれは、あれひょっとして遠野の母親か？どうした？うん、なんでもないよ。みなぎ、寂しそうだね。え？ねえ、みなぎを呼んであげて。一人はきっと寂しいと思うから。そうだな、声かけてみるか。トーロー！国崎さん、どうされたんですか？こんなところで。ちょっとな、みちると散歩してたんだ。あれ、どこ行ったんだあいつ。みちると一緒だったんですか？ああ、
一緒だったんだけどな。ミチルは何か言ってましたか？さっき私といた人のこと。いや、特に何も言ってなかったが。そうですか、それならいいです。あの人、お前の母親だったんだな。え？前に大きな荷物を抱えてるとこを助けてやったことがあるんだ。そういえば、どことなく雰囲気が似てるな。私はあの人の夢のかけらです。逃げちゃダメだよ、ポテちゃん。ほら、投げるから。ピコ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 。元気そうだな。ゆきとくん、おはよう。ごめんね、私夕べまた迷惑かけちゃって。大したことじゃない、気にするな。お、いたな、国崎くん。今日も仕事がたくさんあるぞ。かのさんはお昼寝中？ああ、夕べのこともあるから休むように言ったんだ。そろそろ起きる頃だろう。様子見てくる。カノ、あれ、ユキト君には信じてもらえると思うからこれを書いています。私やっぱり空に行くことにします。そうすればみんなが幸せになれるような気がします。ユキト君が探している人にも会えるような気がします。いつになるかわからないけれど、必ずその人を連れてきます。それまでお姉ちゃんを助けてもらえると嬉しいです。本当はお姉ちゃんすごく無理してるから。追伸、首の傷本当にごめんね。この血は？出血の跡はない。命に別状はなさそうだが、一体何があったんだ？ここから空に行こうとしたのかな。なんだこれは。どうしたの、ユキトさん。なんだか気持ちがざわざわする。懐かしいような、切ないような。カノを寝かせてくれ。国崎くん。私はシラホと申します。どうか私の話をお聞きください。その時の秋は、それは美しかったのを覚えています。私たち夫婦が初めて授かった子、その右の手首には生まれつきあざがありました。村人は不吉だと言いましたが、私たちは気に留めませんでした。ヤクモがむずかると、私は母から聞いた子守歌を聞かせてやりました。いつもは泣き止むヤクモが、この日ばかりは違っていました。きっとこの羽は神様がくださったお守りなのだと、そう思いました。連れて行け。戦が始まり、私の夫も戻ってきませんでした。この村に
輝く羽を拾った者はいないか。羽は汚れた者であるから、触れた者は名乗り出よう。私はその夜のうちに村を離れました。そうして私はこの村にたどり着きました。よそ者の私たちに社の宮司様はとてもよくしてくださいました。この穏やかな村でなら八雲と二人新しい暮らしを始めることができる、そう思いました。それなのにその夏、村に流行り病が広がり、大勢の人たちが亡くなって。宮司様、この子の具合は？峠は越えたな。じきに熱も下がろう。しかし村の者たちはあなた方親子が疫病を持ち込んだと考えておる。そんな。あなた方をここに招き入れたのは過ちだった。ここは巫女神を祀っている。巫女神はこの土地に災いをなす者に印を与える。この子のあざのことを知れば村人たちは神に差し出せと詰め寄るだろう。この子を生贄にしろというのですか？この土地ではそうやって災いを鎮めてきたのだ。この子は私の命です。あの人が残してくれたたった一つの宝です。諦めなさい。さもなければあなたも殺されてしまう。ここですよ。お母さん、食べたいものある？もうお腹いっぱい。欲しいものはある？ううん、私もう帰る。お姉ちゃんが待ってるから。それにポテトも、それから新しくできた友達も。そう。空にいる女の子を探してるんだって。その子が私だったらいいなってちょっと思ったけど。辛いのなら私と一緒に来てもいいのよ。お母さんありがとう。私はお母さんのことよく覚えていないけど、私のためにお母さん長生きできなかったのかもしれないけど、でも私を産んでくれてありがとう。それだけ言いたかったの。カノ、あなたには羽はないから、そこで幸せにおなりなさい。かわいさ限り数よりも大事。
たのは。神尾さんも見たのか。うん。気がついたか。カノ。ユキトくん。お姉ちゃん。カノ。ピコ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 。あの羽何だったんだろうね。さあな。お姉ちゃん、私お母さんに会った。ああ、見てたよ。私はお母さんのところへは行けなかったけど、でもユキト君に言われた通りちゃんとお礼を言えたの。ユキト君のおかげだね。いや違う、それはお前の魔法だ。ソラにはあいつに言ってもらおう。一人で遊んでるの。ミチル、何か悪いことしたかな。母の思いは行き場をなくして、母は夢を見続けることを選んだんです。飛べない翼に意味はあるんでしょうか。でも一つしか買えない。風船が一つでも膨らませればいいんだよ。そうすればもっと重いものだって持ち上げられるよ。他には何も買えなくなるぞ。うん。ほら。ああ、ありがとう姉ちゃん。あ、はあ。カノは空を飛びたがっていた。母親に会えると思っていたからな。お母さんは空にいてカノのことを見てくれていると、そう私が教えたんだ。父も私も言えなかった。Now
ならばいっそ私の手で。おい、カノン。ミスズ、カノ。ピコ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 。消える飛行機でも僕たちは見送る。眩しくて逃げた。悔しくて指。しばらくは後が残るかもしれないな。世話をかけた。すまなかったな、国崎くん、神尾さん。あ、いえ。俺たちは別に構わないんだが。あれはカノがまだ小さかった頃のことだ。母親が死んで最初の夏だった。人間が浮き上がるならあの屋台は今頃空を飛んでいる。うん、そうか。お姉ちゃん頭いい。でもそれっていっぱい風船あれば空飛べるかもだよね。まあそりゃ飛べるかもしれないが。